はい、こんにちは。あやかぜヨガのあやです。今日はデトックスヨガです。日頃長時間のフルな姿勢が続いたり、また内巻き型猫背姿勢になってしまうと内臓が圧迫されて体の老廃物が流れにくくなってしまいます。今日は肩、肩甲骨、そして胸を意識しながら大きく開いていくことで胸が開き、お腹が解放されて体の老廃物が流れやすく、そして消化力もかなり高まっていきます。ぜひ皆さん一緒に動いていきましょう。まずはアルダーマッツェンドラアーサナのポーズ。ポイントは骨盤を立てて腰骨をぐっと持ち上げ、心地よくねじりが感じられるポイントを見つけていきましょう。はい、では早速始めていきましょう。まずはアルダーマッツェンドラアーサナねじりのポーズです。足は楽に伸ばしてみてください。まず右の膝を立てていきましょう。お尻と腰骨が安定したら右の足はももの外側に置いていきます。もう一つ段階踏めそうであれば左の足を右のお尻の外側に、腰骨と骨盤を安定させます。左の腕で膝を引っ掛けて、右の手はお尻の斜め後ろ、右の手のひらで床を押し返し背骨を長く保っていきましょう。鼻から大きく吸っていきます。吐く息、体を右にねじり、心地よいねじりポイントを見つけていきます。さあ、ではゆったりと呼吸を繰り返します。背中が後ろに逃げないようにおへそとももを近づけて、お尻はマットを押し、そして胸は天井方向、肩は下げて首を長く、呼吸を喉元にも入れていきます。お腹の膨らみと、そして吐く息、お腹が薄くなる感覚を感じ、内臓に刺激を与えることで老廃物も流れやすくしていくポーズ。さあ、吸う息、上体を正面に戻し、足を反対に入れ替えます。一度足をほどいてリラックス。では左の膝を立て、足は外側、もう一段階いけそうであれば足を内側に引き入れて、右手で膝を支え、左手お尻後ろです。腰を立てていきましょう。吐く息、体を左にねじっていきましょう。お尻は左右均等にマットにつけた状態、首に詰まりがあれば少しだけ首目線を変えて、お尻から腰骨、そして胸、首が長く伸びるポイントを探していきましょう。肩はフラットに深く呼吸を流していきます。背中、背面を意識しながら胸にたくさん呼吸を、さあ吸う息、上体を正面に戻していきます。足をゆっくりとほどいてリラックス。ではゴムカアーサナのポーズ。ポイントは肩関節を安定させ、肘を天井に持ち上げ、脇下が心地よく伸びるポイントを探っていきます。さあ、ではゴームカアーサナのポーズです。楽な姿勢から右膝をまず立てていきます。左の足は右のお尻外側にぐっと引き入れて、もう一つ踏み込みそうであれば右足は外側に膝と膝のラインを一直線に揃えていきましょう。腰骨長く保ち、左の腕を頭の後ろにぐっと引っ張っていきます。右の腕も後ろ、背中で手をつなげれそうであればつないでみてください。
もし届かない場合はロープを使っていきましょう。ロープかタオルか1本準備してもらって、では肩はフラットにし、肩甲骨をなるべく左右均等に保っていきます。そこから右の肘を天井にぐっと引っ張って、脇下の伸びを感じます。胸の前側と背中背面側に深く呼吸を入れることで胸が広がり、お腹に空間ができ、深い呼吸とともに内臓機能を高めていきます。息でそーっと手をほどき、ふう肩緩めていきます。足も丁寧にほどいてあげましょう。では下半身をフラットに。さあ反対いきます。あぐらの姿勢から、右膝を立てて、左足はお尻の外側、左足は外側。きつい方はもう膝を立ててもらってても構いません。左右差があると思うので、もしこっちの方が近づくようであれば手つないでもらってもいいですよ。では行きましょう。特に右の肩が上がりやすい分、ちょっとだけ下げる意識で肩が平行になります。右の脇下の伸びが感じられるポイントを体で探ってみてください。鼻から吸って深く吐いて、体の中心を意識しながら、右の肘はちょっとだけね、天井に持ち上げようとしてみます。股関節は常にぐっと天井に引き上げる意識で、ゆったりと手を解放し、ふう肩リラックス。足をほどいて緩めていきましょう。ではアンジャネアアーサナ、ポイントは鼠径部を伸ばし、胸とお腹が気持ちよく伸びるポイントを探していきましょう。さあアンジャネアアーサナのポーズに入ります。四つん這いになっていきましょう。まず右足を右手首の内側にポン、足首の上に膝セットしていきましょう。上体をすっと持ち上げます。ここから下半身にぐーっとね、体重が乗りすぎないように押し返す力で上体を引き上げていきます。左の鼠径部の伸び感を感じ、段階踏めそうであれば両腕を天井方向。さあ胸が広がり、腹部にスーッと刺激を与えていきます。力強い下半身を感じて、鼠径部リンパを流すことで体のむくみ、そして顔のくすみも軽減されていく効果があります。さあ両手をマット、今度は足を反対に入れ替えていきましょう。上体を持ち上げて、股関節は正面、ついている足の甲でも床を押し返し、腰骨を長く胸を開いて両腕解放します。肩関節も大きく広がり、
股関節も心地よく伸びて、今伸びているところに呼吸を流していきます。吐く息、上体をそーっと下げて、左足を引き、チャイルドポーズでお休みします。落ち着いたらゆっくりと上体を起こしていきましょう。はい、皆さんお疲れ様です。体も動かして温まり、デトックス効果も高まったんじゃないでしょうか。体を温めて免疫力を上げて、気持ちよく日常生活送っていきましょう。ではまた。